メートル高森は日本のメートルドテル所属事務所プリージオ飲食業のプロデューサーホテルブライダル航空業界大学専門学校にて講師千葉県奈良市の市出身専門学校東京デザイナー学院卒業レストランサービス国際大会における初代優勝者日本人初世界最高峰のワールドスキルズの エキスパート、国際審査員や世界大会の運営委員。日本国内でも最高峰の技能を競う、厚生労働省管轄のコンクールである。技能グランプリや、技能五輪、メートルドセルビスバイにて、運営と審査実績を持つ日本代表エキスパート。メートルドテルに必要な素養である、ソムリエ、調理師、テイスター、西洋料理認定マナー講師資格を持ちマルチなバランスを持つ。 教育に関しては、一般社団法人インターナショナルメートル、サーバーアソシエーションにて、国際検定試験の創設。国家資格団体日本ホテルレストラン技能協会にて、人材育成委員ほか、全日本メートルドテル連盟、NPO 法人繁盛店の道、メートルドセルビスの会等の団体の重積を歴任。大学、短大。 専門学校においてもレストランマネジメント、ホスピタリティ実務、メニュー解説、飲料解説、フードコーディネートやマナー等を幅広く講座を受け持つ。飲食店経営をする父親の影響で幼少の頃よりフードサービス業界に興味を持つ。高校卒業後、デザイン学校に通いながら調理師免許を取得。父の傍らで仕事を覚える。 その後ラーメン店をはじめカジュアルなスタイルから、フランスパリの3つ星高級レストラン、ホテルレストランまで様々な店舗で料理、サービスに従事。ウィンザーホテルミシェルブラス、ミクニ、平松の一流店にて支配人や、プルミエメートルドテルを務める。VIP のサービスも多くあり G7 ほか、長野冬季五輪公式行事では、天皇陛下、 世界の重要客のワイン部門責任者を務めた。国内以外での修行先は、フランスの三つ星レストラン、グランベフール、オーベルジュドリルなど、世界最高のレストランを経験している。また、現場だけでなく、スーパーバイザーとして、営業企画、マーケティング、PR、人材育成などの本社業務にも携わる。メートルドセルビスバイ日本レストランサービスコンクールや、 クープジョルジュ・ド・バプティスト、レストランサービスコンクール国際大会などでの優勝をはじめ、国内外で数々のタイトルを獲得も多数のホテルや飲食企業より研修依頼があり教育指導にあたる。指導者としての実績に関しても、ワールドスキルズ・インターナショナルにて日本最高位を育成したタクープジョルジュ・バティストの国際大会教育にも日本最高位を獲得。 国内においても、中央職業能力開発協会主催の技能五輪全国大会や、若手レストランサービスコンクールで優勝者を輩出するなど、教育担当の実績でも国内ナンバーワンの実績を残す。こうした経験を経て、レストランコンサルティング事業、インスペクション事業、イベント事業、ブライダルプロデュース事業の運営を制御として独立。現在、 株式会社 LR サービス代表取締役社長、一般社団法人イムッサ代表、ホテル、レストラン、ブライダル企業のプロデューサーやコンサルタント、学校講師として活動。代表である、一般社団法人イムッサでは、一般接遇、ブライダル、和食を含むレストランビジネステーブルマナー、パートナー企業と協力し、日本発サービス特化型教育付き人材職業、紹介、 イムスサキャリアサポーターの運営にて、日本最高峰のサービスを啓蒙する。著書では、財団の教科書の改訂や、専門誌である、シェフや、料理王国など2年にわたる連載をプロ向けに執筆するなど、飲食店教育の中心的人物として活動。ありがとうございます。